の近くで早玉大社にやってきました。ほらちょっと行こうか。え？世界遺産。ここも世界遺産ということで、熊野早玉大社。大きい鳥居さんを作って。熊野古道だけあって、八田ガラス神社も、やっぱり熊野と言うたら八田ガラスだろう。八田ガラスっていうのはあれやな、この昔この熊野古道通ってくる時に、昔の神武天皇だったっけ、何天皇だったっけが歩いてくるの道を示してくれたっていうところ、肩に乗せとったな。始まってほら、ちょっと行ってみる。花屑神社、花の岩屋。え？花の岩屋？花の岩屋神社やって。穴があって、おっきいこれ今までも穴だらけやな。イザナ。世界遺産のこれは獅子岩見て、ほんまに獅子の顔すと
かっこいいでこれ。